今日の判決は、正直言って、平成27年の9月4日の、いわゆる、裁判所で言うてたけども、9.45 というのはね、これ、控訴審書、前任の丸山弁護士の控訴審書で指摘してるんですよ。控訴審書の中で。控訴審書の中で指摘しているものについては証拠としてね、つまり取り調べをしなければならないという刑事訴訟の規定があるのに、これを採用しなかった。ここが大問題なんです。にもかかわらず 9.45 のことをペラペラ話しているんですよ。おかしな話です、これ。もしこれ証拠として採用しなかったら、一切言わないのは普通なんだけど、まあ、これを否定することについて、まあ、いわば一つの、やらしさがあったのかもしれないけど、一生懸命。それで、もう一つはね、私は1月17日の公判で、いきなりこれで終結ですよ。全部今までね、申し立てた本の弁論再開の問題とか、いろんなものについて、証拠調べについて、全部却下です。今のその 9.45 の文章も却下です。これは本当にありえない話なんですけども、それをあえてして、で、何を言ったかと言ったら、もちろん規定はそうです。控訴審書に書いてないものについては新たに主張できません。だから私が弁護人を変わったからといって、新たな主張ができることはないことはやむを得ないんです。ただ、丸山弁護士の控訴審書の中でね、範囲がないという、犯罪の意思、範囲がないということを控訴審で書いてるんです。で、範囲というのは、これ法律用語なんで、範囲じゃないなというと、財産犯においては、故意と不法領得の意思のこと、この2つのこと。殺人の場合はもちろん殺人の故意の意味で、主観的要素として成立するんですけど、財産犯の場合は、自分のものとして、領得するという意思がないと、詐欺罪でも、まあ、強盗でも、窃盗でもそうですけど、成立しないんです。で、そのことを範囲として、丸山弁護士が書いてたんで、その範囲の意味は、故意と不法領得の意思だということで、不法領得の意思をずっと主張したんです。ところが、今日何を言ったかって言ったら、控訴審書に書いてないものは採用できないと言って、まず、不法領得の意思を判断しないと言いながら、後で職権で判断するって言ったんですが、何のことはね、個人と法人とは違うのに、法人の代理人だから不法領得の意思がある。こんなね、ずさんな話、今までの判例から考えたらありえないことです、これ。で、本来ならば、ここの部分を綿密に書かないと。現にね、一審判決もそうですし、今日も言ってましたけど、いわゆる私的流用の目的はなかったということを認定してるんです。私的流用の目的がなかったということは、不法領得の意思がないということを認めてると一緒じゃないですか。それを一方では不法領得の意思がないような表現をしながら、不法領得の意思はあったと。あったのは何やったら、法人の代表者じゃないですか。まあ、関係ありませんで、なおかつね、これ、ほんまに、聞いてたらもうほんまに、もう、ヘドが出るほどの部分ですけど、期待可能性もないと思うんですよ。で、期待可能性がない理由はないんだったらね、その、9.45 でそういう隠蔽された、アスベストにしてもね、そして埋め戻しされて、むちゃくちゃされたっていうことについて、全然、こちらは知らなかった。知らなかったということによって、自由意志が妨げられたじゃないですか。本来それを知っていたら、これ契約を解除する、定期借地権を解除し、あるいは売買契約を解除する。そういうことができたんですよ。つまり、騙され続けてた人に自由意志がありますか？その本来の真の対応を取るという。つまり、本来なら適法行為を取るだけのね、機会可能性があったというんであれば、そういう騙されていない状態において初めて、それでもそういうことをやったということであれば、期待可能性がない、つまり適法行為を選択するだけの期待、することができなかったという意味でね、期待可能性がなかったから、まあ、有罪だというのは分かりました。だけどこれ、騙され続けてて、獣医師とか真意が実現できない状態で、騙され続けてた人が、はいはいはいって言ったとしても、これ、期待可能性がないというんですよ。
う記載感の人の意味は分かってないんですよ。意味が適法行為を選択するだけの機会がなかったというふうに言ってるわけですよ。期待可能性がないっていうのは、期待可能性ないじゃないですか。完全に騙されてアスベストとかいうことがあって、それをもう埋め戻しして建築をどんどんどん進めろということを財務省は言ってるわけでしょ、財務局は言ってるわけでしょ。どこにこれ期待可能性がありますか。もしそれが分かってて、初めから分かってて、いや埋め戻してもいいんやという意見を受け入れてどん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 やったというなら、これは期待可能性がねなかったと言われるんだけど、全くないじゃないですかこれで。それを期待可能性はない、これね、期待可能性がないとか不法領得の意思がないとかいうのはね、わずか一行的にしか書いてない。でこの総論的な部分についてはほとんど30分以内でやってね、あとの2時間ね、あの太のラミさんの部分だけの分で2時間タラタラタラ、つまり検察が控訴した部分を一生懸命補強するための判決を言ってるわけ。こんなバランスの悪い判決どこにありますか。これはね、はっきり言って もちろん上告今手続きしましたけど、これはもう徹底して戦うということしかありません。これはもうこれただ単に高裁判決がデタラメであるということとか、一審判決がデタラメであるということは、もちろんこちらの方としては不幸にもね、まあ言ったら悪いけど、弁護人の選任においてはちゃんとした対応が取れていなかったという点はあります。あの丸山弁護士がもっと不法領得の意思がないとか期待可能性っていうことで私が言ったようなことを言っていてくれたら、もう少しちょっと展開が違ったかも。だけどこれはもう控訴訴訟出した後ですから、なかなかちょっと難しい。それでもやっぱりやましいなと思ったのか知らないけど、職権で判断するって言ってたでしょ。普通判断しなかったらいいじゃないですか。控訴訴訟述べられてないことで留任はならないっていうんであれば、触れなかったらいいじゃないですか。それを触れてもね、触れただだけなんですよ。触れて、いやと代表者だから不法領得意思があるとかね、何の法論理ですこれ。で本来ならばこれね、延々とね、あのこのマミさんの部分、延々とこう有罪を一生懸命言うてましたこれね、何を言わんとするか言ったら、一言で言うたらね、これ適正化法違反を認定するだけなんです。故意を認定してないんだ、故意と不法領得の意思を認定してないんだ。つまりマミさんのやったことは、例えばこれ共犯と言ったところでね、これ共犯認定したところで、これは法人のためにやってる。法人を起訴すればいいんですよ、適正化法違反で。で法人を有罪にして罰金刑を納めさせたら済んでだけの話。それにもかかわらず、なんで個人の犯罪にするんですか。あの適正化法では受け取ったということが犯罪行為なんですよ。個人受け取ってないんですよ。どうして適正化法違反になるんですこれ。延々言うてましたけど、ただ単にわけのわからん不法領得の意思も期待可能性も一切排除して、ただ単にこれ適正化法違反の認定をただ単に詐欺の認定にすり替えただけや。こんなずさんな判決あります。あんだけ延々と、それも人の名前まで読み違えて、え、何の意味もないようなことを散々言って、それでこれ適正化法違反の事実認定なのに、いきなりそれが詐欺の認定なんです。ありえない話です。まあ他にもね、それはもう言うたらこれキリないんですけど、まあもちろん判決等ももろてから分析してちゃんと上告訴訟を書いていくつもりでおりますけれども、はっきり言ってもう最大の理由はね、その 9.4 合意を採用しなかった理由を延々言うとんですよ。これはどういうことかというならね、その 9.4 合意というのは平成27年の9月4日にね、まあ、それまでにもあったんですけど、この小学校の用地の土地のところに、あの非常にまあ、トン当たり13万円ぐらいをかかるような いわゆる廃棄物、有害廃棄物、これ普通ね、有害廃棄物でトン13トン、13万ほどかかるっていうのはね、
アスベストぐらいしかないんですよ。あとは水銀ですね。え？あと水銀ぐらい、ね、水銀って言ったって水銀までないんで、だから考えられることとしてはアスベストしかないんです。そうするとね、これアスベストがあるということはあの字も書いてないんですよ。財務省の記録の中にはね、アスベストのあの字でも書こうもんな、大変な問題なんですよ。というのはこれアスベストを回復したような時に山盛り、あの財務局のもんで、例えば不動産のね相続税の関係で物納させたとかいっぱいあるんですよ。でそういうものがいっぱいあることを人、まあ、みんな分かってるんですよ。財務省は分かってるんですよ。アスベストのあは絶対言わないことがルールになってるんです。財務省の記録は全部そうです。アスベストのあの字も書く、あの字を書いたら大変なことになるから書かないんです。だからこれね、赤いファイルにも書いてない。つまりこれはこういう意味においてはみんな財務省はグルなんですよ。アスベストね、だからちょっと言うてんの。でそういうふうなアスベストが入ってるねものだということを分かっていながらこれを埋め戻して建築を進めさせっていう指示をしたのは 9.4 合意なんです。これを全く門脇さんらは知らなかった。もしそれを知ってたら、それほど期待可能性がないと同じように、これは工事をやめさせて、中止させて、それはもう大変なことですよ。アスベストなんかの被害がもしあったら、運動場でそういうことの被害があったら大変なことになるから。ね、そういうことをやめさせて、定期着地権を解除して、売買契約も解除して、元に戻して、こんなことを売りつけた財務局に対してね、損害賠償を求められることができたんです。でそれを隠蔽し続けた藤原工業の木原とかみんなに損害賠償の請求ができたんですよ。で年度を変えて小学校をね別に場所まで変えて、そんな契約しいところの土地でやらんと別の場所を選定して小学校を作ろうということはできたんですよ。それを全部もう違法行為どんどんと前に進めさせて 9.4 合意で進めさせて、そして挙句の果て一応ああいうものを作って、しかもこれ鉄骨の3億の水増しをしとるんです。でそれをスルーしとるんですよ。裁判所も引きたもん。でなおかつね、これ今日まあちょっと傍聴席で声が出てたけど、これ証拠隠蔽しとるんですよ。隠蔽しとるんです。これは私らはね長いことこれね検察庁にある証拠を見せてくれと、あるいは返してくれということをずっと言い続けてきた。でようやくこの4月の13日に13、14、15見に行ったんですよ、大阪高検まで。いろんな証拠を隠蔽しとるんですよ。これを言うたらもうキリがないんで、もうちょっと若干言いますと、今言ったまあ今日いろんなサステナブルのいろんなこと言うてたけども、もういろんな書類を出してるんで、こっちは出してないように認定されたけど、みんな出してるんです。そういう証拠はみんなあるのに、いわば押収したものをそのまま塩漬けにしたままね、何らこれ証拠に使う、つまりこちらにとって有利な証拠を全部もみ消したという、これはもう証拠の隠滅、壊滅、証拠の隠蔽なんですよ、これ。その隠蔽のまま起訴してるんです。これもし全部精査したら、多分不起訴になったと思う。で、なおかつね、今日何を言ってました、一審判決と同じように、木原関係と藤原関係はみんな共謀者、共犯やって言ってんやんですか。その共犯やった人間が不起訴になってるんですよ。これ共犯やったら死亡者がこっちやから共犯がいいと、これ共謀共同正犯なんですよ。共謀共同正犯だということで認定されて、真美さんもこれまた有罪、その29年の9月11日付の起訴の分について有罪になってしまったけど、共謀共同正犯で正犯やってんやったらなんで起訴したんですか。これ自体は不平等起訴だと言ってるんじゃないですか。不平等起訴ははっきりと分かってるじゃないですか。分からない。そういうことも認定して
って言いながらね、片方だけを起訴して、片方はもう無罪放免、そしてむしろ再生再建としてもらう。これ犯罪行為でやったら犯罪収益じゃないですか。犯罪収益、この不法権給付なんで、再生再建を否認するの本来ですよ。フジョラ工業にしても、国にしても。国だってアスベストを隠して売りつけたんじゃないですか。そうでしょ。だそういうふうな再建については否認するの本来だ、ね、なんじゃないですか。あるいは損害賠償再建と相殺すればいい話じゃないですか。そういうことはもちろん今の刑事事件とはね、直接関係ない民事再生の関係ですけれども、そういうことを全部上場として、上場として全部出してるんですよ、こっちは。アスベストの問題とか、鉄骨の水増しの問題やとか、それから恐ろしいことに、今回分かったんですけど、建設仮勘定はね、建設仮勘定は、平成27年の3月ではね、7億5000億ほどやったんですよ。それが、私らがまあ分かった話で、令和2年の3月末の、いわゆる、引田の方が官邸報告書まで出してきた会計、帳簿によるとね、23億ほどあるんですよ。7億5千が工事止まってるんですよ。工事止まってるのに建築、まあ簡単な建物勘定はなんでそんなで3倍は増えるんです。ありえない話でしょ。その点をずっと指摘したら、なんとね、これどういうからくりかって言ったら、民事再生で、要するにまあ一部免除されるんじゃない、再生再建が。つまりこんだけで払ったらええと、あとは免除しますということになるじゃないか。この免除された再建を建設管理官庁に上乗せしておるんですよ。ありえない関係性でしょ。普通ならば、再生再建が免除されたら、ね、それは免除益として収益で計上せなあかん。そうでしょ。免除益として収益で計上せなあかんもの。ね。これね、その、借方勘定なんですよ。左側の勘定かもしれない。で、収益としてせないかん。で、建設借勘定っていうのはね、左側の資産勘定。ありえない収益でしょ。で、それを、平然とやってるというか、まあ、おおよそ、まだ、投射したり、あれは、一人できたら分かると思うんですけど、こんな恐ろしいことをして、だから、それを、ついつの合わせをするために、その、少なくとも、要するに、鉄骨の水増しとかね、いうようなことをいっぱいやって、それを、まあ、通じ合わせをした。いうのが、まあ、実情だと思います。だからね、これ、言ってみれば、検察もね、こちらの閲覧請求、閲覧して開示してくれっていう請求をね、ずーっとさせずに、この判決もね、もうこれ、そりゃそうでしょう。4月13日ですよ、我々に。ようやく見せてくれることを始めましたの。102泊あるんですよ。121泊あるんですよ。森友学園から押収された。これの中にはね、こちらの私物とか関係のないね、彫刻者とか他のもののいっぱいあって、それをね、一切合切これ押収して、その内容を検査もせんと、こっちのいわばほんまに有利な証拠を一切もみ消して、これ証拠隠滅じゃないとか、はっきり言って。で、ようやく13日にやったってね、今日、18日やんですよ。これ間に合いますか？間に合わんようにの日取りで見せたんですよ。見せてなかったって、つまり事前には見せてなかったと言われることを回避するために、まあわずか数日前に見せたんですよ。こんな姑息なことやる。これが今の、検察の今日の判決の、まあ、背景事情にある、さまざまなドロドロした話。それはまさにここにあると思います。はい。まあ、一応、私の方から、今日の弁護人とした話。